第47回スーパーボールは2013年2月3日にルイジアナ州ニューオーリンズのメルセデス・ベンツスーパードームで開催されたアメリカンフットボールの試合2012年シーズンの NFL チャンピオンの座をかけて NFC 王者サンフランシスコ 49ers と AFC 王者ボルチモア・レイブンズが対戦した試合はレイブンズが 49ers を34対31で破り 12年ぶり2度目のスーパーボール制覇を果たした。MVP には、ジョー・フラッコが選ばれた。また、ジム・ハーボーとジョン・ハーボーというヘッドコーチ兄弟対決、レイルイスの引退、試合中のスタジアムの停電など、試合以,以下のスタジアムが最終候補地になった。2009年5月に開催された NFL オーナー会議で、ニューオーリンズが、グレンデール、 マイアミを破り開催地に決定した。同スタジアムでスーパーボールが開催されるのはトム・ブレーリ、タイロー、カート・ワーナー、マーシャル・フォークといった選手が出場し、ブレーリ及びペイトリオッツが初のスーパーボール制覇を果たした第36回大会以来11年ぶり7度目となる。また、ニューオーリンズでの開催は10度目である。 は、勝利したチーム QB キャバニック LB ルイス AFC 代表サンフランシスコ4 9ナーズは QB スティーブ・ヤングが 6TD パスを記録した第29回大会以来25年ぶり6度目の出場である。勝利すれば25年ぶり6度目のスーパーボール制覇となる。AFC 代表ボルチモア・レイブンズはレイルイスを中心とした協力守備陣が ニューヨークジャイアンツを圧倒した第35回大会以来12年ぶり2度目の出場である。勝利すれば12年ぶり2度目のスーパーボール制覇となる。両チームがスーパーボールで対戦するのは初めてである。1980年代、4 9 e ーズは QB ジョーモンタナ、W.R. ジェ r ーライスラ e らを擁し、H.C. ビル、ウォルシュの下で構築した。 ウェストコーストオフェンスでリーグを席巻し、1995年までにスーパーボールを5度制覇した。1990年代後半以降、しばらくチーム成績が低迷した。2012年に HC ジム・ハーボーが就任し、機動力のあるキュービー・コリン・キャバニックを中心としたピストルオフェンスを構築すると、チームは大躍進し、スーパーボール出場を果たした。 1996年創設のレイブンズは、レイ・ルイズを中心とした強力な守備陣を構築して、チーム創設5年目の2000年シーズンにスーパーボール初制覇を果たした。しかし、その後は QB が定まらず、チーム成績は低迷した。2008年に HC ジョン・ハーボーが就任し、同年のドラフトで QB 上フラッグを獲得すると、チーム状態が劇的に改善し、 プレーオフ常連チームとなった。2012年のこのシーズン開幕前、長年チームの精神的支柱だったレイ・ルイスが引退を表明した。チームは第4シードでプレーオフに進出したが、ルイスの最後の花道を飾るべく、ブロンコス、ペイトリオッツといった上位シードのチームを撃破して、スーパーボール進出を果たした。ハーフタイム賞は、 グラミー賞歌手のビヨンセが出演することが2012年10月16日に発表された。本番ではビヨンセがかつて所属していたデスティニーズ・チャイルドのメンバーが共演した。国歌聖賞はアリシア・キーズが行った。それに先立つプレゲーム賞にはサンディ・フック小学校のコーラス隊と家族が参加。アメリカ・ザ・ビューティフルを歌った。AFC 代表としてレイ・ブンズ。 NFC 代表として、フォーティナイナーズが進出した。レイブンズヘッドコーチのジョン・ハーボー、フォーティナイナーズヘッドコーチのジム・ハーボーは兄弟であり、史上初のスーパーボール兄弟対決となった。また長年、レイブンズの守備陣を支えたレイ・ルイスが、シーズン終了時点での引退を表明しており、ルイスが優勝という形で、選手生活を終えられるかという点にも注目が集まっていた。 4 9ナーズでは、新進 QB、コリン・キャパニックが注目の的となっていた。レイブンズのキックオフで、試合開始。最初の得点は、QB ジョーフラッコの w r アンクワンボールディンへの13ヤードタッチダウンパスで、レイブンズが得る。4 9ナーズも直後の攻撃で、相手陣8ヤードまで攻め込むがタッチダウンは奪えず、K デイビット、エーカーズのフィールドゴールに終わる。 第2球序盤はフォーナイナーズが攻撃を進めたが、RB ラ・マイケル・ジェームスがファンブルを犯し、ターンオーバーを許す。レイブンズはこれを最終的にフラッコから、手デニス・ピッタへのパスで、タッチダウンにつなげた。再びフォーナイナーズの攻撃となったが、今度は、キャパニックのパスが、レイブンズ FS、エドリードにインターセプトされ、立て続けに不本意な形で攻撃権を失う。 レイブンズは奪い返したボールを相手陣19ヤードまで持ち込む。ここからの攻撃がフォースダウンとなったところでキッカーのジャスティン・タッカーが現れるがタッカーは受けたボールをもちろんをィーナイナーズ守備陣はゴール寸前でタッカーを抑え込みフェイクは未遂に終わらせた。しかし続くフォーティナイナーズの攻撃は自陣間際からのスタートとなりほとんど前進することができず。 パントでボールをレイブンズに開け渡す。続くレイブンズの攻撃で、フラッコの56ヤードのパスが、WR ジャコビー・ジョーンズに渡り、相手ゴール際でそれを受けたジョーンズは 49ers、守備陣の追撃をかわしタッチダウン。防戦一方だった 49ers は前半、終了間際に、相手陣部角まで攻め込むが、A カーズのフィールドゴールが決まった時点で前半、終了となった。 第3球は、フォーナイナーズのキックオフで始まったが、ジャコビー・ジョーンズがこのリターンを108ヤードのランの末に、タッチダウンに持ち込む。このキックオフリターンタッチダウンは、ポストシーズン最高記録である。レイブンズの一方的な試合になりかけた矢先、会場のメルセデス・ベンツ・スーパードームが停電し、約30分間試合が中断する。これを境に、フォーナイナーズが反撃に出る。 第3球中盤で、キャパニックが、WR マイケルクラブツリーへのタッチダウンパスを決めると、レイブンズの反撃を、OLB アーマドブルックスがフラッコをなぎ倒して、立ち切り、直後の攻撃でも RB フランクゴアが、相手エンドゾーンを落とし入れる。さらにレイブンズ RB0、ライスのファンブルからボールを奪い返すと、フィールドボールを決める。わずか5分で、ーティナイナーズが17点を奪い、 5点差に詰め寄った。レイブンズはこのクォーターでデハロティナータを負傷で失う。第4球はまずレイブンズがフィールドゴールを決めるが、直後にフォーティナイナーズがキャパニック得意のスクランブルランが飛び出しタッチダウンを奪う。ここでフォーティナイナーズは同点を狙うべく2ポイントコンバージョンを選択。だがキャパニックの WR ランディモスを狙ったパスは高く、外れ失敗に終わる。 レイブンズはこの後の攻撃でフィールドゴールを決めるが依然一タッチダウンで逆転という情勢は変わらなかった。フォーティナイナーズは残り4分19秒時点で逆転勝利をかけて攻撃に乗り出す。フォーティナイナーズはタッチバックによる自陣20ヤードからの攻撃をキャパニックのスクランブルやクラブツリーへの24ヤードパス、ゴアの33ヤードランを交えて進め、 残り2分39秒時点で、相手陣7ヤードに到達。この試合最大の山場が訪れた。ファーストダウン、ジェームスが2ヤードラン。セカンドダウン、ボールを受けたキャパニックが右側へ流れながら、クラブツリーへのパスを狙うが失敗。サードダウン、キャパニックは再び、エンドゾーン間際にいた、クラブツリーを狙い、クラブツリーは一度はボールを掴んだが、 レイブンズ守備陣のプレッシャーを受け落球。フォースダウン、サンドクラブツリーへのパスを狙ったが、キャパニックのボールは高く外れ、逆転をかけた攻撃は終わった。ジム・ハーボーはこの、プレーの時、レイブンズ守備陣が、クラブツリーに対し、パスインターフェアランスを犯したと主張している。ボールを得たレイブンズは、サンドの攻撃を、ランで進め、最後は、ピーサムコックがパントをせずに、 自陣エンドゾーンを逃げ回った後、恋に外に出て、セーフティを献上。残り時間を最大限に潰した。フォーティナイナーズは、残り4秒でのリターンにかけたが、リターナーのテッド・ギン・ジュニアが、ハーフウェイライン付近で捕まり、万事休した。MVP は、ジョー・フラッコ。フラッコはこの試合287ヤードを獲得し、3タッチダウン、インターセプトなしの活躍。 プレーオフでもインターセプトなしの活躍であった。レイ・ルイスは現役生活をスーパーボールリングを手にして終えることになった。第3球開始直後、34分間停電が続き、試合が中断された。この停電に関して試合中、ソーシャルメディアに4770万の投稿がされた。停電前にはレイブンズが22点リードしていたが、その後、 ナイナーズは一時に天差まで詰め寄った。この追い上げに停電が影響したか論議を読んだ。その後、スタジアムに電力を供給していた会社は、軽電気が原因であったと公表した。2009年に現役を引退したが、特別に優勝リングを支給されていたジャマール・ルイスが2012年に破産宣告を受け、2015年2月に優勝リングの競売が行われ、 5万820ドルで落札された。CBS が担当する。CM の放送枠が過去最高の30秒あたり380万ドルで販売されている。7月初め時点ですでに80%の放送枠が売却済みとなっている。放送終了後にはエレメンタリーが放映される予定になっている。ニールセンの調査によると全米で1億840万人が感染。 歴代3位の視聴者数であった。日本では BS 放映権を持つ NHKBS1 に加え、日テレ G でも生中継された。ありがとうございます。